はい、どうも皆さん、こんにちは。本日もレジェンズアルセウスやっていきましょうか。さあ、レジェンズアルセウスやっていきたいわけですが、いや、本当にこのゲーム面白いね。ずっとやってるわ。やべえ、この2日間でプレイ時間が25時間超えてしまった。睡眠時間がなんと3時間。これはやばいわ。生活リズムが崩れるね。もうすぐ平日なのに。さあ、そういったところで今日はですね、1点皆さんに共有したい内容がございます。こちらをまずは見てください。多分画面見ていただいた方が分かりやすいんじゃないかなと思いますね。はい、ってことで皆さん、これなんだと思いますか？これさ、やばくないか、そして早くないか。1月29の11時27分で早すぎやろ。ポケモンレジェンズアルセウスで価格が4500円、すべて海外産になります。これさ、もう完全に改造なんですよ。これやばくないか。要するに改造で、この色違いのポケモンがゲットできるっていうことでしょ。え、今作さ、色違いかなり入手しやすいから、こんなことしなくていいよ。いやーけど、改造ポケモン売るのは本当にやめてほしいわ。はい、まあそういったところで、早速、改造ポケモンが販売されてるっていうお話でした。皆さん、買わないようにしましょうか。売ります、出品中って。これはあれなのか、売れたら売り切れってなるんかな、ちょっとわかりませんけど。まあそういった形で、なんか、こんな改造ポケモンがいろいろ販売されてるみたいなんで。これはまあダイパリメイクの時とかと同様ですね。あとはですね、メルカリでも出品されていたみたいな、そういった噂も聞いたんで、良い子の皆さんは買わないようにお願いします。っていうかさ、お金もったいないでしょ。4500円って。だって改造ポケモンよ。しかも海外出身の。こんなんさ、見たら改造ってすぐわかるじゃん。他の人が見たら。そこまでして改造ポケモン色違い欲しいか？俺は絶対いらないわ。はい、ということで、こういったサイトで、今改造ポケモンが販売されてるんで、皆さん注意してくださいっていう動画でした。今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。